箱でかっ。こんなでかいんだ。初めて現物見るから知らなかったです。スサノオと同じくらいでかいですね。厚みはスサノオよりもちょっと薄いぐらい。あ、新品なのに箱が傷んでる。アマゾンさん、ちょっとねボリュームが怖いんですが、早速開けていきましょう。あれ、思ったよりも中身が少ないですね。袋から出して並べてみるとこんな感じ。フレームを構成するランナーは結構パーツが多いんですけども、パーツがねぎっしり詰まったランナーは2枚しかなくて、でこんな感じで外装パーツがついたランナーは1パーツ1パーツが結構大きいので、パーツ数がね結構少ないんですよ。お値段と箱の大きさの割に中身のボリュームもパーツ数も少ない。これはいいですね。もうねパーツなんか少なければ少ないほど嬉しいんですよ。塗装がね大変だからね。値段は金型を起こすのもすごいお金かかるし、生産数の関係もありますので、その辺はねしょうがないですもんね。むしろそんな技術と努力の結晶を、まあ、数千円でね楽しませてもらえるなんて、むしろいつもね感謝しかしてません。説明書はなんとフルカラー。ランナーを探す時間が短縮できそうで、これは嬉しい配慮ですね。というわけで今回は初めてのヘキサギアウィアードテイルズを作っていこうと思います。最近再販されてずっと欲しかったんですが、お値段の関係で買おうかどうか悩んでたんですけども、また買えなくなってしまう前に思い切って購入しました。それでは早速作っていきましょう。まずはこんな感じでパーツから少し離れた位置でゲートカットして、パーツを切り出したら片刃ニッパーを密着させてゲートカットしていきます。こんな感じでほとんどゲート跡が見えなくなりますので、部位によってはヤスリがけしなくても良くなります。僕はこうやって手を抜きながらサクサク組み立てていきます。こういったアルティメットニッパーなど切れ味のいいニッパーは、こういったねポリキャップも綺麗に切れますので、組み立てにかかる時間が短縮できて本当に快適です。ちょっと高いんですけども1本持っておくといいかもしれません。目立つ部分はしっかりヤスリがけして表面処理しておきます。もう先に組み立ての際にね処理しておくと、後からね塗装する際に楽なので、ちょっと面倒ですがね先にやっちゃいます。外装パーツは基本的に全部ヤスリがけしておきます。たまにあるんですけども、こういった合わせ目部分にゲートカットの跡が残る場合は一旦組み立ててからヤスリがけします。そうするとパーツ同士の境界部分を歪めずに綺麗な面に仕上げることができます。目はクリアパーツになっていて、光に当たるとキラッと光っていい感じ。目立たせたい場合は蛍光色で塗装するといいかもしれませんね。でこういった形状のパーツは柔らかいヤスリで処理すると形が歪んでしまう場合がありますので、スティックタイプのヤスリで処理してあげると綺麗な面が出ます。ヘキサギアのパーツは精度が本当にめちゃめちゃ高くって、特に調整しなくてもピタッとはまってすごく気持ちがいいです。口はこんな感じでグワッと開くことができます。内部に見えるのは何だろう、ビームでも出るのかな。そんな感じで頭部が完成。こんな感じで左右と上下に結構動きます。続いて胴体。外装パーツは1パーツ1パーツが大きいのでサクサク形になっていってすごく楽しいです。普段ね美少女プランばっか作ってるんで、細かいパーツが多いので、こういったヘキサギアサクサク組めるのはめちゃめちゃ楽しいですね。いい息抜きになってます。一方でフレームはいろいろね結構関節が仕込まれてるので、パーツが多いんですけども、その分密度が半端じゃなくって見栄えがめちゃくちゃかっこいいです。ここなんかこう乗り物感がよく伝わってきて面白いですね。でモニターなんかもね造形されています。ちなみにこちらのキットは、シールとかデカールは、一切付属しておりません。好きに塗ってくださいってことかな。頭部と組み合わせて、こんな感じです。
まだなんかこう丸っとしてて可愛いですね。こっから手足と尻尾を作っていきます。脚部の組み立てです。前足と後ろ足でつま先は共通のパーツとなってます。つま先はこの部分に関節が仕込まれてます。前足と後ろ足では付け根の形が違って、後ろ足の付け根は関節が一つ多く設定されています。それぞれの足はこんな感じの関節をカバーする装甲を組み付けて接続します。こういうロボットの弱点となる関節を守るデザインが組み込まれているのはもうリアルっぽくてめちゃめちゃ好きです。足を組み付けてこんな感じです。結構でかくてカメラに収まりきらなくなってきました。パーツ数に対してボリュームがすごくて満足感がすごく高いです。続いて尻尾の組み立てです。この赤いパーツはモナカで合わせ目が出ます。サクサク組み立てていきます。ご覧の通り細かい部分までパーツ分割で色分けされていて見栄えが非常にいいです。尻尾のパーツはこんな感じで展開できて派手な見た目にすることができます。通常時はこんな感じで収納ができます。同じように組み立てを行って尻尾を3つ作ったら本体との接続部分を作っていきます。尻尾の完成です。これで全てのパーツの組み立てが終わりました。ちなみに余剰パーツは一切ありません。ウィアーロテイルズの完成です。ご覧ください、このかっこよさ。成型色も落ち着いた色合いで安っぽいテカリもなくってめちゃめちゃかっこいいです。どの角度から見ても隙のない情報量で眺めていて非常に満足感が高いです。何度も言ってるんですけども、大きさもねかなりのもので、本当に組み立てて置いておくだけでかなりテンションが上がります。これ再販してくれて本当に良かったです。初めてのヘキサギアでしたが、メーカーがことぶき屋さんということもあってパーツ精度が非常に高くてサクサク楽しんで組み立てることができました。ちなみにネットでもまだ普通に買えますので、気になっている方はぜひ組み立てて楽しんでいただきたいです。ヘキサギア We Are Tales のパチ組レビューでした。動画が参考になった、良かったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録して応援してもらえますととても元気が出ます。それでは良い模型ライフを。じゃあね、バイバイ。